女優の川栄里奈が12日、都内で上手な医療のかかり方、新大使任命イベントに出席した。写真、レアな、デコ出し、ショット、厚生労働省が推進する医療に関するプロジェクトのイベント。大使に任命され、新 CM にも出演した川栄は、知ってはいたけど、詳細にどういうことをしているのかは知らなくて、大使になることで広められたらなと思いましたと語った。 イベントでは医療に関するトークを行い、かかりつけ医がいるのかについて問われると、いますと回答。私、すぐ風邪ひくんですよ。風邪ひいたら病院に行ってて、一人かかりつけ医がいた方が良いのかなと思いますね、とうなずいた。イベント名にちなみ、普段の生活が上手に過ごせているのか聞かれるといろいろうまくやれる方だと思ってます。自分では、と照れ笑い。日常の やらなきゃっていうことを全部済ませてから自分のことをやる。時間も決めてやるタイプなので上手なのかなとは思います。前日から次の日、その次の日のことを整理して過ごしていますと意識の高さを明かした。さらに、自身はゼロゼロ大使であるのか問われると、きれい好き大使、と回答。一日後6回掃除機をかけてコロコロもして、とした上で、自分で言うのもなんですけど。 家が綺麗で心が豊かになるのでどんなに遅くてもピカピカにしてから寝るようにしてますとこだわりを口にした。